演武開演。どうも、本日はこちらローソンのとろけるイースタープリンを食べたいと思います。はあ、イースターだから卵なんでしょうね。ま、中身も本当に卵みたい。ちょっとかわいいけど、でもいただきまーす。うん、あの子に比べれば生まれてる。いわゆるプリンが卵の味が強めのカスタードプリンなのに対し、これは逆ですね。ミルクの味が強いミルクプリンになっています。白いミルクを堪能できて、ほんのり入っている卵のカスタードがそれをちょうどよく引き立てている、そんな感じですね。主役逆転といった感じで、面白くも美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。